TV 第2回ネピクラ4万人感謝ライブにお越しいただき本当にありがとうございます。とね、音量の方大丈夫ですかね。少しだったらいじれるのでチャットの方でぜひ教えてくださればと思います。もうすでにね、同節1400人、開始1分で1400人の方々にね来ていただいて本当にね、あ、しもんちゃんありがとうございます。黒岩くんもしもんちゃんも本当に素晴らしい演奏で、こういうね素敵な企画でお呼ばれして本当に嬉しく思います。ということで今日結構ね時間がねタイトなんですよ。いっぱい弾きたい曲があって、ですので本当にたくさんのねスパチャやコメントあるんですけれども、後日ね概要欄の方にお例文を記載させていただきますので、そちらの方をご覧ください。でも時々は拾うのでどしどしねチャットしてくれたら、もう後で見返した時すごく楽しいので、よろしくお願いします。ということでまずは4万人の登録ボタンポチッと感謝乾杯しませんか。で、ね、お手元にお酒とかお水とかご用意いただければと思います。はい、ということで皆さんお持ちになりましたか。お酒でもお水でもワインでもコーヒーでも、で僕はね今日演奏するのはお水なんですけど、ということで第2回ネピクラ開催、そして4万人登録ありがとうございます。乾杯。さあ乾杯で、あ、音響の方大丈夫ですか。よかった。こんな感じでね今日は始めていきたいと思います。で今日のテーマですね、まあね、ご覧の通りちょっとマイナスイオンが出てるような感じなんですけど、森をテーマにね、森林をテーマにプログラムを構成させていただきました。クラシックのね良さを伝える中で、やはりその自然だったりそういうものっていうのはすごくね面白く聴けるところなので、まあ、知られざる名曲と含めてそのテーマを持って、あんまり聴いたことない曲でもライトな皆さんでもコアな人でも楽しめる感じにしたいなと思って、森をテーマに構成させていただきました。たくさんのスパチャありがとうございます。ユッキーさんスパチャありがとうございます。こんな感じでね時々拾いながらやっていきたいと思います、ね、短い時間ではございますがどうぞお楽しみください。で1曲目は曲集からね弾きたいと思います。ロベルト・シューマンの森の情景、森の情景というその作品集ですね、商品集、2、3分の曲が9曲並んでいて、その中で抜粋して演奏させていただきたいと思います。でそれぞれに題名がついてますので、その題名と僕のねその曲に対してのイメージだったり、まあ、皆さんにそのイメージを投げかけたりだったりとか、そういうのでね楽しく森のお散歩にねみんなと行けたらなって思います。森のお散歩っていうのは台本に書いてました。ということで1曲目、シューマン森の情景から1曲目の森の入り口をお聴きください。この作品はニヒト・ツーシュネル、あんまり早くなくと書かれていて、本当にね皆さんで入り口に入っていって、森がねここからいろんな物語が始まっていくんですけど、散歩できたらなと思います。森の情景、森の入り口をお聞きください。音響の方ね、後で言ってくれたら助かります。では、お聞きください。
シューマン森の情景から森の入り口を演奏いたしました。こうやってね、入り口に入って皆さんとその森のね、いろんな経験をしていくわけですけれども、本当にね、このなんか散策するような感じで可愛らしい作品ですよね。さあ続きまして、もうどんどんどしどし行かないとちょっと時間がね、いっぱい演奏したい曲があるので、チャットの方も本当にたくさん あのコメントありがとうございます。続きまして第2曲目、2曲目にしてすごい経験するなって思うんですけど、待ち伏せる狩人という題名です。これは多分森に入って、あ、楽しい気持ちで入ってきているんですよね、狩人が。本当におどろおどろしい作品で、そのシューマンのね、そのドイツ出身なんですけれども、シューマンはもう森の中で行って、本当に獲物を狙ってるんじゃないかなって、誰かが、自分が狙われてるわけじゃなくて、それを客観的に見てるみたいな作品となっております。皆さんもね、この曲を聴いて、まあ、まさに題名通りだなと思ってくれたら嬉しいです。では第2曲目、待ち伏せる狩人、シューマン森の情景から待ち伏せる狩人をお聴きください。シューマン森の情景から待ち伏せる狩人でした。本当にね、このなんか今にも刺されそうなね感じがあって、そこはね、そのシューマンの天才のいわゆる言われてるとこかなって、表現ね、題名と思ってくれてるのかなって思います。思ってくれてるのかなって、ちょっとでんやわんやしてますけど、というのもね、2000人を超える方々に来ていただいております。もうサクサク進んでね、コメント拾えてなくて申し訳ないんですけど、クラシックの良さが少しでも伝わればと思うので、ごゆるりとソファーでくつろぎながらこう見ていただけたらなと思います。続きまして、シューマン森の情景から、僕のね大好きな作品なんですね、孤独な花です。題名がね、本当にまず心にグッときますよね。孤独な花、アインザーメブルーメンって言うんですけど、ドイツ語で。僕のこのイメージなんですけど、その森の中に歩いてきました、待ち伏せる狩人がいて、でふとそこに寂しい花が、ね、ある。でその花は、まあ一輪のバラとかではなくて、まだねつぼみが開いてないのかなって。だけどつぼみが開いた暁には非常に美しい花なんじゃないかなって感じましたね。花なんじゃないかなって思います。この、ね、美しい作品、孤独な花、お聴きください。シューマン森の情景から孤独な花です。
シューマン森の情景から孤独な花を演奏させていただきました。で、僕のイメージそのつぼみだったりとかって少し伝わりましたかね。でもね、皆様が思ったそのこの曲を聴いての気持ちっていうのも間違いじゃないんですよ。それがねクラシックの素晴らしいところで、何人たりとも解釈に対してその、まあ、意見が言えない。なんでかっていうとその答えがないからなんですね。そこはね素晴らしいところだと思うので、こうやってね一緒に散策してますけど森をそういう風に楽しめたらなと思います。もうたくさんのねスパチャーコメントありがとうございます。パチパチたくさんいただいております。ありがとうございます。続きましてシューマン森の情景、商品集ですのでね、また森の情景からですけれども、懐かしい風景を演奏させていただきます。このね懐かしい風景というのはですね、森を歩いていて、まあ、皆さん今僕と一緒に歩いてますけど、歩いていてその森の一部分を懐かしいと思ったのか、はたまた森にこういて、森ってのはねすごく、考えさせてくれる場所でもあるので、何かねふとした瞬間に懐かしい風景を思い出したのか、そちらのどちらなのかっていうのもね人それぞれなんですけれども、僕はふとした瞬間にね風のようにその懐かしいね風景、昔あった懐かしい風景をね思い出したんじゃないかなと思うんですね。そんな感じで今日はねしっかりと喋れてますか懐かしい風景、シューマン森の情景から懐かしい風景をお聞きください。シューマン森の情景から懐かしい風景を演奏いたしました。本当ね風のようにふっと懐かしい風景が現れたのかなって思います。さて続きまして、多分ですけどこの曲集で一番有名な曲になるかな、ご存知の方も多いと思います。小さいお子さんもねコンクールとか発表会とかで弾くのかななんて思うんですけど、予言の鳥を演奏いたします。でこの作品、鳥が予言をしているということなんですけど、本当に鳥の鳴き声が表現されています。で、そもそも鳥は予言も何もできないはずなんですけど、まあ、そこは神秘ですね。本当に空想幻想世界ですので、そのこの曲自体が神秘的な幻想的な雰囲気に包まれています。で、僕が思うにこの予言の鳥と、まあ、偉大なる森、まあ、森は一人の時間を考えさせてくれるって先ほども言いましたけど、それがねうまく対峙してるんですね。ですので中間部分はこの世のものとも思えないほど神羅万象、神秘的なところに包まれる瞬間が一瞬来るんですね。だけどそれはまた予言の鳥でかき消されてしまう、そういう感じの構成になっていて、この鳥を声を表現するっていうのはねシューマンの天才的なところかなと思います。では予言の鳥、シューマン森の情景から予言の鳥をお聴きください。
チューマン森の情景から予言の鳥を演奏いたしました。本当にね、美しくもあり不気味でもあり、もう神羅万象という作品ですね。本当に大好きな作品の一つです。さて続きまして、まあ、皆様と今日はね森の中を散策してるわけですけれども、次はねもう最後から前の2曲目かな、8曲目なのか、今日は抜粋をお届けさせていただいております。最後のから前の2曲目の曲、狩りの歌です。この曲集自体がすごく中性的に作られていて、女性的な方に寄ってるかなと思うんですけど、この作品は男性的です。で、まあ私たち今、僕たち今森にいるわけですけど、この行進曲のこれが聞こえてきたら、あ、駆られるなって思いますね。そういうね、曲奏がガラッと変わってね、まさに今何かを狩ろうとしているという、ね、ところのシーンが表現されていますので、少し男性的な一面もお見せできたらなと思います。では狩りの歌、森の条件から狩りの歌をお聴きください。シューマン森の情景から狩りの歌を演奏させていただきました。本当にね、今狩ろうとするね歌が聞こえてくるかどうかね、もうこんな森で歩いてて今この歌聞こえてきたらちょっとびっくりするなって感じなんですけど、で続きまして最後の曲、まあこのライブの曲ではなくてその森の情景の作品集の最後の曲となります、別れです。このね、別れというのは僕のこれはまあ個人的な解釈ですけれども、シューマンは今日ね1曲目に森の入り口というのを演奏させていただきましたけど、まあ、森の出口っていう意味なんじゃないかなって、森から出るときにまあ森とさよならするっていう意味が込められているのかなって、で、まあ、今日皆さんと一緒に、まあ、孤独な花だったりとか狩りの歌もそうですし、予言の鳥なんていうのも、まあ、いろんなものにね今日この 2,30 分で出会ってきました。
それに対してそのノスタルジックな気持ちっていうのもね少し乗せられてるのかな。ですので悲劇的な別れとかそういうのではない気がします。そしてここから本当に僕の本当にパーソナルな感情なんですけど、最近その僕のおじいちゃんの命日でした。でおじいちゃんは僕のピアノ人生を本当に応援してくれていて、素敵な思い出と素晴らしいお言葉をねたくさん残してくれたんです。でふとした瞬間にね、まあ思い出すこととかあって、で僕はこの作品をその演奏してるとどうにもこうにもおじいちゃんのことを思い出しちゃうんですね。でこの、まあ、森の情景のお別れってことなんですけど、ノスタルジックな感情にどうしてもねリンクしちゃうんですよ。でじゃあそれは不正解かって言われたらそうではなくて、これはクラシックのね本当に素晴らしいところだと思うんですけど、答えがないのでそういう感情もねリンクさせて聞いても弾いてもどちらでもいいんです。で僕はだから個人的な感情でそのおじいちゃんことを思い出して、素敵な思い出だったりとかを思い出しながらこの最後の曲をいつもね練習の時とかに弾き終わるんですけど、まあ、皆さんもね素敵な思い出ありますか？素敵なお別れってありますか？ノスタルジックになることって最近ありますか？この曲をね通して何かねこういう感情になった、こういうのを思い出したっていうのがあればね、ぜひねチャットの方に書いていただいたりとか、まあ心で思っていただいたりとかしてくれたら嬉しいです。チューマン森の情景から最後の曲別れお聴きください。
シューマン森の情景から別れを演奏させていただきました。本当にねノスタルジックな作品で、でねこの作品来年のね2月に全国ツアーで演奏いたします。で12月4日にチケットが一般発売されます。そして12月5日にはホテルカデンサでの初のディナーショーチケットが発売されます。ぜひ、ね、概要欄の方に貼ってあるので見てください。しっかりとね宣伝を挟んでいって、きっとねおじいちゃんもね笑ってくれてるんじゃないかなと思うんですけどはい、ということで、はい、ちょっとねしんみりとしちゃったんですけど、森シリーズまだまだ続きます。続きまして北欧の作曲家からね、シベリウスからモミの木を演奏いたします。この今回のこのシューマンっていうのはそのドイツ出身の作曲家なんですね。ですので今回北欧ということで、北欧は北欧でまた森に対するイメージって少し違うんですよね。そこもクラシックのいいところで、作曲家ごとにイメージが違う、そして演奏する人も違うし聴いてる人も違う、そういうね違いがね出せるように、そのモミの木ということでね選曲させていただきました。もうねそろそろクリスマスも近づいていますので、素敵な作品です。シベリウスモミの木お聴きください。これでどうですか？これでどうですかね？聞こえる？声は聞こえますか？声聞こえますか？
声聞こえ、声がまだ聞こえない、声だけ聞こえない、音声、音声あーどうしたらいいんだろう。やばいっす。声聞こえます？え、聞こえます？聞こえる？あ、聞こえる。よかった。すごい綺麗でね、すごい、もうちょっとね、多分もうこれパソコンがぶっ壊れてるのでもうね、多分一曲弾いてる途中で終わっちゃうかもです。あー、なんかすいません、本当に大変申し訳ございません。あとね、2曲3曲弾く予定だったんですけど、ごめんなさいね。多分ね、パソコンまた落ちちゃう可能性があるので、ちょうどね、そろそろ時間なので、どうしようかな。1曲弾いてる途中にでも落ちちゃう可能性もありますよね。落ちたら落ちたでもうそのまま終わりっていう感じで、機材がちょっとね不調なので、落ちたらもうこのネピクラ第2回4万人感謝ライブはおしまいということにさせていただいていいですか？ごめんなさい、本当にもうね、また戻ってきてくれてますけど、また落ちる可能性があります。で、どうしようかな。なんかライブっぽいですけど、なんで落ちたのかよくわからないんですけど。聞こえてます？ラグありです。うん、声聞こえてるよ、聞こえてます。聞こえたらよかった。じゃあね。そうだな。最後一曲弾いて、で、弾いてる途中に落ちちゃったとしたら、もうそれはそれでライブ終わりということで。で、もし一曲通せたら、そうですね。また喋ります。本当にごめんなさい。本当に大変皆さんね、不安な時間を過ごさせてしまいました。ではね、一曲、最後の曲をね、演奏させていただきます。誕生日の時に聞いていただいた君を愛すです。ね、本当にこんだけ優しい皆様に対して最後この曲を送れるのは選曲しといてよかったなっていう感じなんですけど、落ちたらごめんなさい。落ちたらもうこれでネピクラのこの配信は終わります。で、皆さんだからそのまま去ってください。で、打ち上げ会場で待ち合わせということでよろしくお願いします。では、君を愛す最後に演奏させていただきます。Thank you.
はい、ということで、音聞こえてました？本当にもうね、ごめんなさい、本当にこんな大事なね企画の時に落ちちゃって、しかも初めてです落ちたの。皆様本当待ってていただいて嬉しかったです。ということで、当初予定していた1時間、ね、から2曲ぐらい弾けなかったのかな。で、だから3曲か。まあね、またね、今度のライブの時のお楽しみということにしていただいて、本当にね、機材トラブルで、不快な思いをされた方、何も手持ち無沙汰で待っててくれた方、どうしていいか分かんなくて一緒になっててんやわんやしてくれた方たくさんいると思うんですけど、ありがとうございました。はい、大丈夫です。ピアノ小百合さん、ありがとうございます。本当にね、たくさんのコメントとあれありがとうございました。ということで、どうしよっか、弾いちゃうでもしたら時間オーバーしちゃいますよね。だけどさっきシモンちゃんがやってもいいよってのは言ってたんですけど、気にすんな、カウさん、ありがとうございます。そう、どうしよっかな。あー、ほんとたくさんの、今のうちにお礼を返す、素晴らしい人、ありがとうございました。ミーキさん、ありがとうございます。落ちたら去ります。そうですね、ティムさん、落ちたら去る形式でもいいかな。ちょっと一旦もう一回パソコン確認してもいいですか。いけそうな感じはある、いけそうな感じはあります。頑張ってくれてますパソコンくんが。じゃあ、絶対弾きたかった曲が1曲あるんですよ。それだけに演奏させていただこうかな。知られざる名曲はネピクラで絶対取り上げたくて、ほんと素敵な作品なので、この2000人の方々の前でね、こんな名曲クラシックってあるんだよってのをやりたいので、ちょっと順番ぐちゃぐちゃになっちゃってあれですけど、いきます。落ちたらこのまま去ってください、ごめんなさい、おいとましてくださいということで、知られざる名曲から文法の、モンジュキッチの橋という作品を演奏させていただきます。ちょっとね、時間オーバーしちゃうんですけど、もう絶対弾きたかったんで、絶対皆さんにこの曲を絶対に知ってほしかったのでお願いします、もうちょっとお付き合いください、文法からモンジュキッチの橋お聴きください。Thank you.
門法から、モンジュキッチの橋でした。もう、ね、知られざる名曲はこの企画で、ね、絶対出したいと思ったので、もうパソコン君本当によく頑張ってくれました。そんでね、諦めずに待っててくださった方、もう本当にご迷惑おかけしました。ありがとうございました。これもね、また素敵な思い出となるようにね、というかもうパソコン君がちょっとスケールアップするようにちょっといろいろ考えてみます。本当にありがとうございました。今のね、感情はね、なんでこんだけたくさんの方が待っててくれるのにパソコン君落ちちゃうんだよって感情を込めながら弾いたら、なんか結構哀愁漂うサウンドになりましたというオチです。本当にね、大丈夫でしたよ。キーリーさん、ありがとうございます。ドンマイ花火さん、はい、どうもドンマイです。本当にありがとうございました。ということで、5分オーバーでね、何曲かね、今回落ちたおかげで、そうできなかったんですけど、まあ今ね、聞いてくださっている方、次回のライブかで取り上げさせていただくので、その時またね、お越しいただけたらなっていう、ことをね、心から思います。本当に申し訳ございませんでした。一緒にね、てんやわんやしてくれた方もね、本当にありがとうございます。ということで、機材トラブルもありましたが、なんとか復旧し、第2回ネピクラ4万人感謝ライブを無事に終えることができました。ということでね、終わりましょう。なんかね、終われないですよね、この感じ。もうすごいですよ、汗冷や汗ですよ。ちなみにこれ終わんなきゃいけないですよね、もう6分オーバーなんで。でね、この後ね、打ち上げがあるので、そちらの方にね、来ていただいて一緒に付き合ってください。なんで落ちたんだよっていう愚痴にねツイキャスの方でやるのかな、しもんちゃんのっていう感じで、またツイッターの方とか見ていただいたらアナウンスが出ると思うので、打ち上げの方もぜひお願いします。で、今回初めましての方もたくさんいらっしゃると思います。機材トラブルになったりとか、ちょっとポンコツなところもたくさんあるんですけれども、まあね、クラシックの良さを伝えていきたいと思っているので、ぜひね、今回いいなと思ったら、いいなと思うのかな、機材トラブルあってあれなんですけど、チャンネル登録の方ぜひね、よろしくお願いします。ということで、皆さん去ってください。また打ち上げ会場でも飲んじゃいます、僕はね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。せーのでね、これ、トーン記号をやって、TV で終わりましょう。ということで、いきますよ。せーの、タコン TV! ご視聴ありがとうございました。本当、機材トラブルごめんなさい。